おはようございます、こんにちは、こんばんは。赤蔵チューブです。習近平様はこれで迎えてあげようというのをやります。習主席の訪日が決まりましたよね。2013年の就任以来初めてのことと、言います。主席としては、胡錦涛氏が2010年に訪日して以来ということですよね。そして日本国内の愛国派からは非難ごうごうです。しかし待ってくれ、まあ、例えばね、ヨーロッパではアラブ覇権をね、英国が握るとフランスがイスラミックセンターを建てたりしてアラブの受け皿として振る舞い、それからアラブの味方ぶる時期がありました。私はチンピラのゆすりを受けたことがありますけれども、片一方は優しく、片一方は生きり立つ役目があります。カツアゲの状況を整えて、相手が暴発せずにスムーズにお金を支払う舞台を設定するわけです。刑事ドラマでも恫喝するのと泣き落とす役があるように、まあ、最終的に自供させればいいということですよね。ですから、恫喝はアメリカ。怪獣は日本という構図なら俺は賛成です。ただし、首相交代の時期が迫る中、憲法だけはどうぞ丸々してくれと願うところです。まあ安倍さんはもろ手を挙げて中国に下っているんでしょうか。そんなことないですよね。ちゃんと中国に物言いはしています。肝心なのは国賓招待要請の際に鋭く中国側に対して日本側から張り差しをしたということですよね。これは日米が固く結ばれている証拠でもあります。どういうことなのかと言いますと、大紀元時報によりますと、習近平の国賓訪日、まあ、前提みたいな感じで、会談で、まあ、安倍さんが日中首脳会談が、まあ、夕食を含めて130分の長さで行われた中で、尖閣諸島における挑発、それから、香港ウイグルなどの人権に対する懸念、それから、この、香港の人権法案、まあ、アメリカの、ね、香港人権法案民主主義法というのが成立したのを受けて、まあ、中国に対して、まあ、人権法案 の、 その中身みたいなものを、まあ、中国に提示したということですよね。そして中国本土で日本人が捕まっていますけれども、その容疑者の引き渡しを、まあ、要請しています。ですから、中国政府がね、透明性を持った説明をすることを望むとまで述べているわけですよ。だから安倍さんは小沢一郎政権下で行われた、天皇陛下政治利用、そうした事件に比べて、まあ、自由主義陣営の要求を、堂々とアウェーで、ね、伝えているということですよね。こんな首相がいたでしょうかね。それでも、そういうことを、まあ、日本が要請し、向こうは生きり立つと思うところが、それでもね、米中戦争で分が悪くなっている習近平は日本に来るしかないんです。さて、日本はどう出迎えたらいいかということなんですけれども、実は、非常に習近平さんが嫌いになことがあります。クレーンゲームにもプーさんが置けない中国というのをやってみましょう。このプーさんというのは中国人民が、習近平さんのことを揶揄するためにやっております。そして、これが非常に功を奏しまして、熊野プーさんということで、非常にね、批判をしたということで、習近平さんこれ大嫌いで取り締まりをしました。こういうことは言えなくしたわけですよね。でプーさんの映画もね、公開がダメになりました。そして、衆参のプーさんはね、もう本当にアレルギー、もうシャレにならないほど激しいわけですよ。
こんなことがありました。台湾製のホラーゲーム、海岸っていうのがあります。帰る、それに願いですよね。中国国内でね、社会現象になりました。なかなか、怖いゲームらしいです。そしてその中にですね、習近平さんはプーさんという隠しメッセージが発見されたということで、場所はですね、黄色いお札の朱印に、熊野プーさん、習近平と書かれていたということでね、大問題になったらしくて、このゲームに対する実況、レビュー、これ結構流行ったんですよね。SNS の発信がほぼ全て削除されています。中国全土でね、SIM の切断があったということでしょうね。そして、該当箇所は修正されて、習近平の文字はなくなっています。朱印の部分ですけれどもね。じゃあ日本はどうでしょうか。日本ではね、安倍さんを遊ぶアプリが流行ったことがあります。その安倍っちの動きがユーモラスにね、くるくる回りながら空を飛ぶという、そして落下するとアウトというね、アプリです。これが安倍さん全盛期のね、自民党が出した公式ゲームのアプリ、安倍ぴょんなんですよね。この違いがね、隠す国と隠さない国の違いだと思います。冗談を笑い飛ばすこともない。愛される権威、権力がないんです。自由の利かない国の経済発展は、延長が難しいということですよね。この最重要国賓のプーさんの大歓迎をしておもてなしをしようじゃありませんか。そしてプーさんを大量に、出してね、お迎えしましょうで。今日はそんな話で終わります。